はい、どうもおはるんこんる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 んということで、俳優 VTuber のルンパがお届けします、フィンガー公式配信。今回はすぐ死ぬ勇者やっていきたいと思います。いきなり設定画面を開いておりましてすみません。ただいま BGM を調整しております。音がうるさかったらおしめてください。で、僕の声も聞こえてるかどうか。ちっちゃいのだったら教えてください。また調整します。あ、戻しながら足を切って早速ですが、本日じゃないよフィンガーで公式配信やらせていただいている中で、今回初の、すぐ死ぬ勇者でございます。もうなんかすでにスライムがいますね。やっていきたいと思います。みんなで協力してクリアを目指せ。キーボードかゲームパッド、ゲームパッド推奨。ルンパさんの声をもう少し大きく。 OK、こんぐらいでどうでしたか。ゲージ上げました。みんなで協力してクリアを目指せ。キーボードかゲームパッドを推奨して遊べます。ジャンプ攻撃ダッシュをすることができます。ゲーム中設定メニューを開いてポーズをすることができます。操作法は設定メニューから確認できます。さっき見たやつですね。勇者の残機が全てなくなったらゲームオーバーです。最初のステージからやり直しとなります。Next。 コメントで魔法を使おう。これ皆さんですね。ハッシュタグ魔法コメントを獲得することで魔法が使えるようになります。指定のワードをコメントして勇者を助けようと。魔法の種類は風、雨、土の全部で3種類。効果の異なる魔法でさまざまな局面を打開しよう。もうこれ皆さんが魔法を唱えてくれないと積む場所があるのかないのかってところですね。そして、ハッシュタグコメントでギミックを起動しよう。ステージ中にハッシュタグコメントで動かせるさまざまなギミックが登場します。吹き出しに書かれているハッシュタグワードでコメントしようと。これも何卒よろしくお願いいたします。ちょっと一回ね、始まりましたというね、告知ツイートを改めてさせていただきます。ちょっと待っててね。始まったよ。今、操作説明を見ているんだが、何のコメントか攻略の鍵になりそう。Help. よはい、天草しおりさんこんばんは。画面がちょっと待ってね、はい、で、アットコメントですぐ死ぬ従者を召喚。従者もすぐ死ぬ仕様ってことですねこれ。すぐ死ぬ従者ガチャ、過去有料でアイテムを獲得し、アットアイテム名とコメントをすると従者を召喚することができますと。ほー。戦士、モンスターめがけて勇猛果敢に突進する戦色の従者。ランクが上がると攻撃力が増していきます。成長すんのこれ。術師、魔法弾を放つことができる魔法使い職の従者。ランクが上がると魔法弾の使用回数が増えていく。OK。
逆に言うと使用制限があるってことだね、魔法弾 MP がね。なるほど、そして騎士、盾を構えて勇者を守る騎士職の従者、ランクが上がると盾の耐久性が増していきます。ほうだ、攻撃と防御と遠距離系という感じですね。なるほど、レアからスーパーレア、スーパースペシャルスーパーレアみたいな感じですかね、はい、ああこういう感じになるのね。すぐ死ぬ従者を召喚してセリフを残す、あとはアイテム名コメントのように入力することで死に際にセリフを残すことができます。名前の通りすぐに死んでしまう役立たずな従者。そうなの？そうなんだ、やってみないと分かんないねこれはね。すぐに死んでしまう役立たずな従者ですが、気持ちの強さは一人前。後世に残る名台詞を考えて勇者かっこ配信者にアピールしようという。なるほど、だそうです。ギフトで配信を盛り上げよう、ギフトはフィンガーギフトタブから使用できます。こちら、フィンガーさんの方でね見ていただいてる方の、メニューになりますかね。ちなみにフィンガーさんの方のね URL も貼っておりますし、どちらから見ていただいても、視聴者数とか、コメントとかすべて反映されますので、皆さんのね見やすい環境で見ていただければと思います。はい、下に書いてありますね、ギフトとオートハッシュタグ機能はフィンガーの視聴画面で使うことができるよということです。ちなみにハッシュタグはですね、半角でも全角でもどちらでも反映されるのでご安心して打ち込んでください。そんなところかな。あ、もう始まる、いきなりです、始まりの草原。え、これ何なの、これは意味ありげにあるけど。さあ、これが私ですね、ジャンプ攻撃、なんかダッシュ、ダッシュみたいになってるね。あれ、ダッシュなんだっけ。あ、ダッシュこれか。あ、でスライディング、さっきのスライディングか。ちょっと待って、坂道に入る、これスライディングなの、これでスライディング、それともまだ坂道と思われてないみたいな。で、これはなん、これ取れるアイテムじゃないのか。123123OK、 やってみよう。邪魔い、ちまっ、あ、リスポン場所だなこれ。早速死にました。上のあいつ後ろから来んな。曲げるかこら。でもあんま反映されないっぽいんだよな、あのアイテムとか。これそっか、頭だけ撃たれたらアウトか。ならば、あれむずいぞ、マジですぐ死ぬ勇者だ。ちょっと待って、これちょっとでもパッドに不具合あると済むな。怖い怖い、ちょっとスライムにこんなに苦労してて大丈夫かな。やめて、嘘だ。
あのシーン、あそこを超えられないよ。数が多い、数が多い、やる。やめて、うわーもうこれまずい、嘘、はあ、全然進まない。ダメ、まだ魔法が出るとかの段階に行ってないんだよ。よいしょ。ダッシュ、あ、ダッシュのボタン間違えた。いや、めっちゃないよ。こうか。あれ、でもジャンプが足りねえな。ある程度ジャンプしないとダメってことだね。絶対、おお、この岩をこの岩絶対落下すると思った。違ったわ。あ、なるほど、リスポーンポイントだこれ。傘が合わないときつい。うそ。勇者だからの、なんで、じゃ、右、よし。で、あいつが、よいしょ、よいしょ。え、何今の。何、なんで死んだ今。看板が襲ってきた今。なんだよ今の。マジか。そっち？あ、ちょっと。あー、これ、あ、残機っぽいな。じゃあ、あんまり無駄に死んでらんないってことですね。あ、落ちないの、落ちないの、あんた嫌な位置んな。よいしょ。で、もう初見殺しじゃんこの看板。もう左を向くな、このパッドは。ちょっとだけ僕のパッドは自然に左を向く仕様になってます。仕様というか、やめて。3発目
3発目は隙が出ますよ、ルンパさん。いいですね。闇雲に連打してはいけません。もうだからなんで左向くさこのパッドは。昔からちょいちょいありましたけど、もう十字キーだったらどう。あ、十字キー、あ、だだ、3発目あー、勇者は弱くない、勇者が弱いんじゃない、俺が下手なんだ。そうだろう、そういうことだよな。よいしょ、うわっやばいよ削られていく。勇者の歓喜が削られていく。よいしょ、よいしょ、どうしたらいい、どんぐらい近づいたらこいつはたいてくる、これ。どうしたらいいのこれ。あいつどう攻略したらいいんだ。あれっていうかちょっと待って、スライムいた、ここいたか、いたな。じゃあ待って、待って、魔法の段階までいけねえんだけど。ああ魔法の段階までいけません。ちょっと待って、離せば。ちょっと待って、これどうしたらいいの。叩かれる、ダッシュ。でも普通に進んでやられたからな。あ、あ、一回倒したら平気みたいな感じ。そういうことね。ふざけんなふざけんな、この神がおい、誰が立てつけたんじゃいあ、なにこれ、あ、来た、風魔法でひとっ飛び。ハッシュタグ風とコメントすることで追い風を吹かすことができます。追い風を受けると勇者のジャンプがアップ。みんなでコメントして魔法のレベルを上げよう、レベルが上がれば上がるほど強い風を吹かすことができるぞ。他にもいろんな使い道があるので、ここぞという場面で魔法を発動しよう。なるほど、これはだから多分普通に飛んだら無理だかんねってことでね。風いただきおお、ありがとう。ちょ待って、え、追い風がであれ、ちょっとあれあ、風やんだ。はあ、ちょっと待って、離せばわかる、離せばわかるあー、びっくりした。あー、そこから落ちてきたのか。風が吹きすぎるのも問題等だね、これね。
初見殺し。ちょっと待って、風ありがとう。強い。待ってこいつが撃退されて、なんでさっきのあのコウモリ今度いんの。ちょっとやめて。来ないで、大丈夫です、やめてはい、風いただいてもいいですか、これ。もう一回皆さんのお力で風をいただけない。あ、ちょっと、よいしょ。ダメだ、むずいよ。痛そうだ、忘れてた。して、はあ、ちょっと、むず、ありがとう、あいつむず、つえな、あいつ邪魔だな、ああ、どのタイミングで行くべき？ラッキー、いなくなってない。うわ、忘れるな、来るの。どのタイミングで行くべき、ここか。うーん、違う、下にいてもダメ、上にいてもダメ、よく逆に行けたな。なんか攻撃して吹き飛ばしてたな、ちょうどよく。落ち着かせてください。やばい、詰みました。岩場落ちるし、あいつ来るしな。風何度も。ああ、でもなんか今飛びかがんで抜けれそうな感じしたよね。そんなことない。すぐ死ぬわ。よいしょ、あー、ちくしょう。迎撃できないよ。悔しい。フラストレーションがすごいたまる。あ、ごめん。くそ。
やだ。上まではいけたけど、上まではいけたけど、逃げれんのかね。あっすあいつは先に迎撃しないとダメか。さっきよく下の方に抜けれたな。くんじゃねえ。よいしょ。うわー悔しい。いけたぞ今。なぜ左を向いた。あっす。しょ。あーあーやだいたずらに死んでいく。よし落ち着いて。いけた、いけた。これは降りて大丈夫なやつ。これちょっと風をいただけませんかね皆様。あれあれありがとう。え、これあーよかった。なんか取った。残機増えたんかな。ちょっと待って、これああ戻ってくる。え、あ、ちょ何それ。ドンって動くじゃん。トゥンって動いて、トゥンって飛ぶ。よし、待って、いけっかな。トゥンって飛ぶ。あ、ちょっと待って、あんまり焦げないよ。怖い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 。ちょ、このまま行かせて。あーし、あーし、よし、やった、ありがとう。あっ、いてー、何それいきなりじゃん。降ってくる。痛い。で、の、あい、あずこれ、む、乗るのむず。降りて、よし、はい。はい、あ、痛い。うわ。はい。あ、ちょちょ、これ一発目でノーストップ死ぬ。ここ。はい。勢い。うん、勢い。うん、はい。風ください。みんなの風をください。みんなの風を。いいのよ、ご視聴ありがとう。うえあー、やらしい。おい、ちまて。どっち？どっち？え、何それ？ずっち？何それ？もうやだ。何なの？
何なの。うわー、こーむずいわ。おい、よいしょ、ざまみろバーカ。ちょ待って、一回休ませてくれ。熱い、めっちゃ汗かいた。むずー、これもう35期しかないよ。35期しかないよって言葉すげえな。乗れんのかなこれ。風必要？風ありがとう。え、この後は行っていいかな。みんなの風でちょっともう一回風改めてもらっていいですか。もう一回改めて風を、爽やかな、いやむしろ強風を、強風が必要な気がする。ありがとう。ああそういうことね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、どういうこと？あ、じゃあ落ちても大丈夫。あ、理解。ちょっと待って、俺は何も理解してなかった。あれは降りてくる。いってー。ちょっと待ってー。早いって早い。落ちてくるかどうかわかんない。あ、ちょ待って、まあもう法則を、法則を決めて、はいはーい、ちょ待って、これは素早くここに戻ってくる手立てを、さっさっさっ、ちょ、わかんねえよそんなの。わかんねえよ。あ、取れた。まで行ってこっち行く。ちょ待って、ちょ今風いらない。出たんかな今の風。ちょっと待ってね、今ちょっと一旦なしでお願いします。ちょっと待って、もうちょいだな。ここ UA スライム。わかんねえ、どういう法則だよ、岩とかスライムとか。あの、ほら、ちょっと待って、なんでさっきスライム出たじゃん。どっちかにしなさいよ。スライム出すの、岩出すの、どっち。岩ね。もう岩ね、もう岩出してよ、絶対岩ね、頼むよ。スライムとかやめて、ほんと。はい、来るよ、来るね。あー、いい、よし。え、あれ、もう大丈夫ね、もういいね。あれが来たもんね。まだ来る？もうないね。ない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 。よし。はい。危なった。はあ。もう喉ガラガラだよ、叫びすぎて。はい、届かない。嘘。マジで。ごめんなさい。ちょっと風。風も足りな。ダッシュ風？すみません。風を。とう。なんて、はい、
落ち着こう落ち着こう。あいつ来るあいつ来るあいつ来るよ。あ、オッケー、ありがとうございます。待て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 、一旦落ち着け。はい、始まー。皆様、ちょっと風を風をもうコピペしておいていただけますでしょうか。ごめん、ちょっと一回ずつ慌てずに。あいつ来ないな。来るなら来て。よしよしよし、はい、はい、よしよしよし。すいません、風を皆様賜ることは可能でしょうか。あー、すいません、助かります。あー、ありがとうございます。ちょっと一旦ここで。あーさなんであいつ勝てねえんだろう。おい、ちょ待て、あーす、行くべきじゃない。ここはもうちょっと慌てず、かっこ撃破ですね。よいしょい。すいません、すいませんね、いつものいただいちゃってありがとうございます。あれ、来ないから行く。よし、待て、いやいやいや、バカーかー、超えれたのにごめん。あー、千載一遇のチャンスだったな今のは。タイミングよく、攻撃はタイミングよく。はあ、攻撃はタイミングよく。よ、来ないなら飛ぶ。オッケー、行けた。はあ、やった、ありがとう。ふう、ちょっと待って、一回ちょっと、じゃあもう熱っ、脇汗が。お水飲みます。熱っ、何、うわー、すごい難しい。2体いるね。1体ずつよ。OK、 1体ずつ、慌てずに。よし。待て、離せばわかる。待て。よし、はい。やじゃん、硬い。あいつ倒せねえやつだわ。チクショ、よし、で、お前を先に、いや、早い。後ろのやってメタルスライムみたいのいかんず、ノーモンです。あ、もうあそこ通ると湧くのね。で、まずこっち。いやー、なんだよ、さっき倒せたのに。
えい。ああ、すんなり生きてたのに逆球。ああ、ちょっと待って、先にお前出てく。そのサマーサマーソウトサマーソウトの迎撃率が、いいポジションに行かないとダメだ、あいつ。あ、しまった、ここだ。やばい。待って、あれはちょっと近づきすぎない方で行こうかな。近づきすぎない方で行こう。2ジャンプ目。ここ、違うのか。さっきどうやって倒したんだ。さっきどう迎撃した俺は。難所、え、全部難所なんだけどな、俺からしたら。ここ、あれ、近すぎんのか。自分のリーチを。ほら、あじゃあれ、さっき連発でいけたのにな。あ、死ぬ。あれ、なんだあいつ、攻撃食らいながら攻撃できんの？あ、やばい、あ、じゃあ、月までにしといた方がいいのかな、攻撃。無事つえー、てかあのでっかい方もどうしたらいいんだよ、俺には分かんねえよ。この坂道下ってくから、あいつ、あー強いよ。スライム強いよ。むずい。魔王とかがいんのかね、これやっぱ。全然序盤だよね、出てきてるモンスター的に。でっかいの出たから序盤の中盤ぐらいまで行ったぐらい。
さっぱりクリアできる気がしない。えぐっ。あー、勇者の残機99長ったゲームを最初のステージからやり直し、最初っからかー。だって魔法もね、風しか出てないし、ギミックなんか出てきちゃいないからね。はあ、こいつは厳しいぜ。意外とリーチがあるということが分かった。あんま分かってなかった。偉そうなこと言いました。よし、さっきよりはだいぶ。すいません。風一丁。すいません、風一丁お願いします。あざーす。あれ？あれ？こいつ2発でやられなかったっけ？普通にだとダメね。 Thank you。 あれ、ここダメなのか。ちょっとすいません、風を、皆様の風の力をお借りします。このあれ、結構端でジャンプしないとダメか。丁寧に端でジャンプする。端でジャンプ一回止まんないとダメか、あれ。ここは焦らずに。あれ？ああ、多分勢いつけないとダメなのか。もうちょい。
はこれだ。うっ、あっ、ちょっと待って、なんでそんな急にいなくなった。消えた。瞬間移動したよ。マジかよ。風ありがとうございます。ここまで OK。 ここでちょっと勢いをつける。これむず。あー、これこんな難かったっけ。ちょっと待って、あの勢いって風のあれでも変わる？風がちょっと1段階強くなったよね。皆さんの重ねがけで変わる？もしかして。なんかもう1段階もらったよね。すげえ勢いついたじゃん、急にガコーンって。あれが必要なのかな。すいませんが、重ね掛けをちょっとお願いできますでしょうか。あ、これだっけ。あ、これこれ、ありがとう。で、これは危ない。もう一回風大丈夫です。一回風大丈夫です。ちょっと、あずー、ごめん。で、これいかない。通れたな。さっきよく行けたな。風なし。あ、びっくりした。へい。あ、あ。風もらってたっけ。あ、ちょっと待って、一旦1個目は大丈夫。ここだね。ここでじゃあちょっと風を一発いただいてもいいですかね。
風ください。でここちょっと強い風をちょっと皆さんの力で巻き起こしていただきますよ。それです。あれじゃあごめんごめんごめんうわすまぬ、今のはいけてたぞ。はあ、おお、死ん、勇者よ、死んでしまうとは何事じゃですよ、今のはまさに。はあ、すいません、強い風をお願いします。あっさっさこれはあ、なになに、あれ箱なんだ今の箱。風によって落ちてくるみたいなことかな。風で落ちてきたってこと。俺さっきな、これどうやって飛んでった。いけないの今のは。いけ、どえあっどうやって飛び越えてたんだろうさっき。奇跡だな。木箱落としてもらった方が楽かな。だとしたら風で落ちたのかな。もさっき箱落とさず行ったよね。落ちてきてる。これだ。ちょっと待って、果たしてあそこにちゃんと乗れるかだよね。痛い、なんか吹き飛ちょっと待って待って、なんか今ちょっと待って、なんか今勇者がさ勇者が箱に思いっきりベシャーって今行かなかった気のせいかな。すごい今勇者箱に風で叩きつけられてるみたいな感じになってたけど、あ、いや気のせいだったかな。ちょっとね、このゲーム初見です。こっちの設定などしなくても、ハッシュタグで風送れます。送れます。あざー、ありがとうございます。あー、バカ、やばい、ここでこんなに来ると思わなかった。ラグがあって、まあね、うん、全然大丈夫ですよ。ありがとうございます。よいしょ。どうしようね、どうジャンプするのがいいのかを、多分みんなの風っていうよりもね、俺がうまくジャンプできてない気がする。強い風もらった時に勢いよく、これだ、わかりました、原因が。これはね、あの長押ししてないとちょっとジャンプ力が弱いっぽいな。あー、ダメか。
ダメか難しいな。厳しい。あー早すぎるちょっと待って待って、あーシビアだな。あーすごい無駄に死んでる。ここ、こんなに難かったっけ。よし OK、 はあ、他に魔法なんだっけね、まだ出てきてないけど、土と雨だっけ、あったね。あ、このハートワンアップなんだ、大事で、ここですよ、ここ、岩が来る、はい、ナイス。あいつを一回迎撃する。ナイス風で、もう、あー来ちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、風が、ちょっと待って、やだあー迷った今、迷ったな。もう一回迎撃、一回迎撃。ちょ待って、ちょ危ない。風むずい。風ん中動くのむずい。よいしょ。でこれで一回引き寄せて、引き寄せて来ない。もう一回迎撃する。もう一回迎撃、よし。風をお願いしますもうなんだろう、介護してもらってみたいになるわ。今のうちにいっちゃう。よし、でも先取っちゃう。ざまあ見やがれ。一番でごめんなさい、ごめんなさいこんな追ってくると思わなかった。まあいいや、まあいいや、殺せたから。あーでこれさっきのとこだ、50機残してこれたよ。ただどう攻略したもんかとこっからなんすよ、はっきり言って。あいつをどう攻略していいのかが全くわからん。風とかで、いやでも無理だな、挟まれてる状態だからな。風を起こして迫られても困るもんな。そうだった、やっぱ後ろのをやんなきゃダメか。こいつはノックバックすんだけど、スライムはノックバックしないんだよね。
ノックバックしない、その辺がむずい。なぜここで風をなぜここで風をなぜここで風を起こすのなんで急になんだいどういうことだい、試練を与えようってことかい。ここまではいい。あーこれだもんな。やっぱ3発入れちゃダメか。もさっき入れられた気がしたんだよな。風でね、ありがとう。よし、ここだ、オッケー。越えれないのかな、飛び越えれなそうか。なんか飛び越えれそうだったね。来ないっぽい。でもメタルスライムも迫ってるから。いや、あのね、下を抜けんじゃなくて飛び越えた方がいいと思う。無敵、あ、なんで無敵あったらいいね。裏コマンドとしてね、あるかもしれないけど、ないことが実証されました。スライム嫌い。ちょっと待って、てかもうあいつ倒さないで。でもあれ攻撃してちょっとちっちゃくなってるかな。あれなんだ今。ちょっと待って、あーこれはね、なんかちょっとバカ正直に迎撃しなくてもいい気もするよね。ある程度攻撃するとちっちゃくなってた気がしたんだよな。ダメか、通れないし、通れないしやるしかねえのかあいつを。やっぱ飛び越えられる感じでもなかった。
タルさえいなければ。てかメタル飛び越えれるか。メタルを一回飛び越えよう。むしろメタルを一回やり過ごして、なんかできないかなって思うんですけど、なんで？なんでだよ。あいつもんじてから。違うの。あんたが下手だからよ。ほら。俺は本当に乗っこいる。あれ、あいつずっとあっち行っちゃったな。ちょっと待って、よし、ここで。ここで。やり過ごす。怖いよ。ワンミスが命だ。ここまでは OK。なにこれ、え、ちょっと待って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 、あ、おお、強い、向けるのかな、やめよう、なんかあの下手なことしたくない。うっそー、これでこっからか。初見のろしか。ここで心を折る一撃だ。これは。メタルは飛ばして、まあ蹴散らせんだろうけど、いや待って、うん、you
やだ。もうこの坂道やだ。嫌い。やだ。いやーこれはもう今もう自分で何とかするしかないんじゃないかな。もう多分こっから先は有料の領域ですね。そうあなんで出しちゃった。来るな。雨はまだ降ってないから降らせらんないんだよね。風を一回もらっていいですかね。しゃあ、ありがとう。ここまで来れた。長かった。うわあ。忘れた頃のこれね。今度はないのね。でもう一回ない。何取ったんだ。お、え、なに、ちょ、待て待て待て。お、バナか。そういうことね。カツに信用して近づけねえよ。バナなんじゃないかと。それはないでしょう。それはさすがにちょっとなんかどうなの。今攻撃モードに入ってると無敵になってるっぽいな。こんにちは。これはずるくない？なんかさすがにちょっとやらしいよね。はいそういうの。はいそういうの。入ってる。
あれ？さっきとタイミングにもよるのかな。なんだね、多分ね。あんまりありきだと思ってない方がいいかな。あれはあっち行った方がアイテムは取れるんですかね。ちょっと取っちゃおう。やっばー、きったねんだよ。ここでは落ちねえじゃねえかよ。でも分かった。でも何か分かりましたよ。ここで下手こかなきゃ増やせる。あー、ジャンプしちゃダメ。もしかして開けたからもう取った扱いになってた今。いや、無駄死にじゃないか。なんだよ、毎回もらえるんじゃないんだこれ。ひっつー。これ風かな、これ風もらった方がいいかな。一応風いただいていいですか。すみません。ありがとう。なんかもうあれが罠に見えんだよな。看板がない？取れたのね。多分10、あ、10機増えた。転送される。あ、あれ？あ、ボス戦。こんなんどう戦いっちゅうの。え、待って待って待って、いや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 、ちょ待って待って、いや、かわすすべよ。は？え、どうやんの？どうしたらいいの？キンキンって言われてくる。あ、一撃までは平気なんだ。いや、無理だろ。ちょ待って待って待って、いや、ちょっとよく分かってないな。どうしたらいいんだこれ。何をどうしたらいいの。キンキンされてたよ。いやね、いや無理だろ。ちょ待って待って、分からん分からん。キンキンしてたで、都度剣が出てくるのも何なのかがちょっと分かんない。あ、これですか、もしかして。ちょ待って、これはちょ待って、分からん分からん。え、でも後ろの子、あれの方が効果があるってことなのかな。うわー、食らうし。
だ、隙が出て、でも要は後ろを取ってこのモーションに耐えられて無理だな。一回 あんま余計な攻撃をやっちゃダメだな。剣が出る理由も分かった。リーチがどうなんだろうね。ちょっと待って待ってね、まだ始まった。鎧壊してか、そういうことか。ちょっとそれでやってみよう。でも鎧見るぞ、この動き。ある程度来るとモーション的にそうなるのか。あーでもこれハンマーっぽいね、そうなると。嘘それもあんの。なんだよ今の。ここに来て見てね、モーション多いぞ。いやよ、ちょっとハンマーっぽいね。あいけたな、読めねえなこいつの動き。もう一回あれよいしょ。これはあーちょっとリーチ見間違えました。刺激の隙が多すぎてきついな俺。
ワンステージ目がクリアってこと？だって、そうで、始まりの草原始まりかこれこれで始まりなの？このむずさで始まりか、無事始まったのか。うわ、僕たちの冒険はこれからだ。だいや、もうさっきの鎧もなんか脱いじゃってるし、なんで着てこなかったの。もう悪意の洞窟って、もう散々さっきでも悪やったからねこっちからしたら。何この怪しい赤いの。雨、ここでだ。だからこれ多分ステージごとじゃない？あれ、雨で冷やす必要あるんじゃないですか、あれ多分。一旦あれ、雨いいっすかね。あれ全然違った、違ったね。まだ、あ、助かった。え、むしろ先に行かなきゃいけない系？え、あれはもうダッシュで行かなきゃいけない感じかな。無理これむずいな。雨は絶対取っとかなきゃいけないから、ちょっと待って、ここでうまくジャンプする練習をしとかないといけないってことだな、これ。タイミングよく本当に行かないと、こういうことだ。嫌な位置んなあいつ。あいつノックバックしねえしな。よし、ちょっと初見殺しやめて、頼むよ。やだよ、悪意の洞窟だよそれはそれは悪意が過ぎるよ。悔しいな今の。確かに形が微妙に違った。ちょっと待って、やだ、あー、あ、いい、そういうことね。なんだ今の、なんだ今の激しく吹き飛んでったな。むず。だってあいつもいいんじゃん、コウモリみたいな。いやー、ちょっと
雨って何の効果があるんだこれ。よしよしだけど、え、ちょ待て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 、どうしたらいいんだあれ。こっち来たらアウトみたいな。これこっちに落ちたらアウト？え、上に行かなきゃいけないってこと？ないしな、風もうないもんね。だって風使えないよね。いや2つ目がね、坂道的に乗れないんだよね。なんかちょっと一旦風とか雨とか、風もうないもんね、やっぱ反映されないよね。雨って何の効果あんの。今んとこあんまり雨の恩恵がないんだよね、取ったものの。降ってるね。なんだろう、乗れねえんですよ、こんな感じで。なんだ、そういうことか。あー、そういうことね。たまたまだけど岩が落ちてくるということで乗っかることを恐れていたけど、乗っかってよかったんだ。あの宝箱がもう罠くせなんだよ、どっちにしろかよ。これもこっちへ出てくるんじゃないの。あー、そういうことね。どうあれね。多分これはもう罠だから近づかないで。なに、2個ずつ、あん、開けた方がいいのかな。囲まれてたからな。超えると食らうからな。あいつもこれもしかしてさ、いけねえかな。一回食らうけどみたいな。雨ありがとう。水位が上がるとかね、そういうのかと思いきやじゃないんだもんね。ちょっとなんか試してみてもいいかな、これ食らうけど。あ、無限か。
これは無限装置違ったでもそうそれ一個かそれ一個のために俺は鎧を使っちまったのかうわー近づ進んでも赤スライムがいるこいつはなかなか難しいねあの5体をどう迎撃するかだよねそうなるとここで遠距離は助かるなでも逆に言うとこれ近づかれたら終わりだねそういうことですよねそういうことですねちょっと待ってうわー来ないでちょっと待ってイカれすぎても困るThank you.
ちまで。うえー、シビアだな。なんか杖的出てきたな。よし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 、しまった。難しい。うわー、ジャンプ足りねー。あ、死んだ。剣に戻した方がいいってことを示唆してんのかな。なんだ今の。あれはハートが出てしまった以上取る必要があるな。ハートが無駄になった。あー、そうだった。押さえてないんだろ。腹立つなー。
に、こんな自然の洞窟に回転のこぎりあるんだろうね。ちょ、なんでそんな滑る、なんで、なに今の動き、なんだよ今の、マジか、今の動きはおかしくないか。ちょっと今の動きは納得できん。なんか今あんまり雨の恩恵がないよね今。てか役立ってないよ正直。いやなんか滑るのは分かってたけど、おかしな滑り方しなかった今。いや無理だろう。今乗れそうになかったけど。よいしょ、いけないじゃん。なに、難易度が高すぎるよ。よいしょ、弓矢でいったの失敗。そうなると、むずっ。悪意の動物、動物もうダメだ、脳が死んでるわ。きついな、これ何ステージなんだろう。いや無理でしょ俺。で合ってんだ、こっちか。あー、ヤリン過ごしゃいいのか。わかった。くそー、悔しいけど。どうだと。あれ？ちょ、待て、いらん。あー、うまくいってたのに。あいつどうやって倒すんだよ。これはむずい。なってよ、だってスライディングしちゃうじゃん。でもきついよね。ちょっとスライディングのモーション入らないでほしいんだけどな。いやー終わったな。あ、これは
攻で行くしかないか。タイミング合わん。あー、このゲームはむずい。このゲーム。いやもう何。あーもう終わった。いや復活すんのかい。あれアーマーなかったらもうあそこでやられてたとだもんね。ボスか。ボスですよね。無理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 。お前どうやって上に行くの。まずう
上に行けないぞ、まず。雨って結局何なの？これどうやって上に行くの？全然ジャンプ力足りないよね。なんだ今の2段ジャンプいない。あーぶ、どうやったのかすらわからん。滑りやすくなってジャンプしやすいとかあんのかな？ぽい。ありがとう。雨が必要なんじゃないかと思います。
いえとはいえシビアだな。できる人いんの？こんなん邪魔が多すぎんだろう。下落ちたら終わりだよ。これで剣でとどめさせてくださいとかなったらもう無理よ。雨をください。恵みの雨を。あれなんかあれコメントしてますのに雨が反映されてない。気のせいかな。雨のデッドないよ。みんな今雨降ってくれてた気がしたんだけど。毎回増えんでしょこれ。ランダムだ。けど危ね。あーくったが、くったが、うわ。ちょっと待って、地面はきつ、ずるい。あれは以前の問題だ。こんな今度は反映、なんか途中一回反映されなかったよね。タイミングもむずい。邪魔しないでくれ。登らせてくれ。シビアだ。暗い。あーしまった。だいぶ打ち込んだように見えたけど足りないのか。
これはもう皆さんの補助魔法なしにはどうにもクリアできないゲームだね。いやーでもそれでもむずいよこれは。まず乗れないんだから。あ、ちょっと待って、どこでジャンプするのがいいんだ。やめなければ早い。食ってるうちから雨がすいません。すいません、皆様の雨が頼みです。あわ、ここか。あれ、今の二段ジャンプみたいなの入ってんの。あれ、頼む、一発で生かしてくれよ。あー、ちくしょう。出過ぎ、モンスター。剣に変えたくても剣がまず遠すぎるし、すぎるよ。アンチなのは分かった。弾も落ちてこない。よく分かんないけど、あいつがたまに降りてくることをもう期待して待っていた方がいい気がしてきた。ほら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 
これでもうあと剣攻撃してくださいになったら私はもう無理です。これ以上は。なんか直接攻撃してこないな。それだけは救いだな。あとはもうこのまま様子見ます。たまに降りてくるムーブに期待。時間制限がないのを。来た、もっと降りてこい、もっと降りてこい。もうこれを逃したら次はない気がする。26機やろうが私の集中力がもう限界です。メンタルがメンタルブレイクします。多分これで、ああ降りて、もっと降りてきてお願い。もう十分やったでしょ、十分いじめたでしょ。すぐ死ぬ勇者、あんたもすぐ死んでみなさいよ。岩も砕けんのね。今知ったの。おらおらおら、あっすいません、もうこれは持久戦です。やつがじれて降りてくるのか。なんだ、なんかでもダメージ与えてんのかな、これ。手応えがないんだけど。逆に言うとこんなに与えててもダメってこと？むずくない？このゲーム。むずすぎない？来い、正々堂々戦え。ほら来た。結構なかった。おーい、皆さんからも降りてくるように言ってもらえませんかね。降りるとか降りてこないか。あねえ、ヒットポイントゲージ欲しいね。確かにマジでそれ当たんの。マジかー、やばーい。岩も嫌い。今の判定入ると思わなかったな。絶対に自分から仕掛けない方がいいと思ってる。だってもう雑魚があそこに固まってくれてるし、で多分規定量の雑魚が出たからもう増えることはないんですよ。ちょっと待って待って、あー久々に降りてきたのに。罰だった。え、怖くて降りられない。あ、クリアしました。
姑息だと言われても構わない。だってすぐ死ぬんだもん。すぐ死ぬってことは作戦が必要なわけですから。粘りがちです。悪意に屈しなかったよ。パンドラの箱。あと何ステージあんだこれ。俺のメンタルが持たない。もうこんなん絶対打ち上がるでしょ。ほら、消えたけどどうなんの。そういうことか。あ、たまたま死ななかっただけか。そういうことね。あ、これで土の魔法か。やっと今ね、風雨土を駆使する面が最後に来るみたいな感じじゃないの。これ違いますかね。そんな気がしますけども。飛ばすなら飛ばすっつってよ。もうド S だわー、このゲームの制作者。えぐっ。あぶね、潰されて死んだ。残機があってももうメンタルが持たない俺のメンタルが持たない。
それ。やっと土か。すいませんが、ここにちょっと土ブロックをいくつか出現させていただけませんかね。そしたらアーマー取れると思うんで。ない土。まだ取ってないから無理なの。あ、そうだった、忘れてた。あざす。ということで土をお願いします。アーマーをください。アーマープリーズ。Thank you。 ちょっと待って、危ない。こういうことがあるってことか。あー、砕けん、左のは砕けなかった。あ、わかりましたよ。トゲんとこに置いといたから耐久値の問題なんじゃない、これ。でもこれはこれでいいんだよね。よしよしよし、はいはいはい。ちょ、待って待って、ここです。皆さん、ここです。お土を、お土を賜りたい。
階段みたいに作れないのかな。みんなが土土言っていただく必要が出てきちゃうんですけど、すいませんね。あ、なるほど、到着すなと。4個目はダメだから、じゃあこっちに行かなきゃダメだね。ありがとう、やった。高さ的にもこう左回りに行かなきゃいけないんだよね、きっとね。あ、すいません、土をお願いします。お土が、お土がまた必要になりました。もうこの面、延々お土が必要ですね、皆さん。そこかい、そこか。壊れる前に行く。やる、やる。やった。そっち系か。
間違えた、ごめんなさい。何その弾んでくんの、また来ない。おお、やっちまっ。だよそれ。これは心躍るな。ありがとう。うえー、謎の当たり判定だよ。ちょっと1個ある。おじょ、おぼ、ほべ、ほべ、トゥティー、目の前にいきなりトゥティー。あ、あぶねえ。なんだよ今の。何回もすいませんが、すごいよね、これもう46期もやれないよね。あーもうバカチン。それも当たるんかい。どうしますか皆さん。まだいけますか。奇数はあります。メンタルは結構やられてます。してこれを攻略するにも相当な時間がかかりそうです。都度皆様の協力がないとクリアができない状態でございますが、どうしましょう。大変であればここで終わるのもありかと思います。もう3時間近くなりますので、いかがでしょうか。
皆様の反応がないということで、私はちょっと察しました。あ、来た。そうそう、寝ないといかんの。そうだよね。ちょっとこんなに長丁場になると僕も思ってなかったので、終わろうかね。これは結構本当にたくさんの協力がないと攻略が難しいと思うので、はい、お先におやすみなさいです。皆さんの方ありがとうございました。ね、まあ、この辺はね、ちょっとまた改めて機会でやらせていただこうかと思います。じゃあ、長い時間弱い勇者と違うね、すぐ死んじゃう勇者と拙いプレイをね、支えてくださった皆様に心より感謝申し上げます。どうもありがとうございました。フィンガーさん、次回はですね、公式配信、次回23日日曜日の20時からの枠でジャンストをやらさせていただきます。こちらも初プレイです。まあ、多分きっとこのすぐ死ぬ勇者よりはすごいライトに遊べるんじゃないかなという感じでございます。そして、こちらよいしょ、あれ、あ、フィンガー画面じゃなくてこっちだ。はい、こちらがよいしょ、10月の20日木曜日、なんか次の公式配信の前になります。19時から22時で、私が所属している、VTuber ユニットエニシンと、そしてマハパンチャジャパンさんのグループでフィンガーさんのゲームをね、使って対抗戦が行われることが決定いたしました。フィンガーさんのね、コンテンツ3タイトルでスコアを用いて対決という流れでございます。詳細ページもね、もう出てますので、一応こちらね、URL に貼り付けておきます。はい、まあ、当然そう、えぐい難易度だったね。普段あんまりやってない人からするとなかなかえぐい難易度だったと思います。ありがとうございます。こちらの対抗戦はですね、まあ、多分この詳細ページにも全部載ってるので、やるゲームとかをお伝えしちゃうと、クイズオンエア、バードブレイカー、ポッピンパニックですね。僕全部やってますね、これ一応。まあ、当然ですが、特にクイズオンエアとバードブレイカーに関してはもう皆様のお力が必要になります。ぜひともエニシン勢を勝利に導く皆様の共同プレイをよりお願いいたします。というわけで、また次の、こちらの20日のね、フィンガー対抗戦、グループ対抗戦でお会いできたら幸いです。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。それではね、いつもの合言葉ルンルンで締めたいと思います。最後までありがとうございました。せーの、ルンルン、バイバーイ、また20日。